電撃王を目指して実力馬がここから始動します。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。花を切ったのは11番テイエムスパーダ、内を通って6番ビッグシーザー、動いたヤングロ、いい足で上がっていく。8番プロイバ対アグリであります。それからスマートクラージュ、レジェーロがそのうちにいます。それからもう一頭ドルチェモア、2番バトレニ、ピッチーナイトがその後ろ、この辺りちょっと離れている。ボンボヤージ、15番森のドリームが上がってまいりました。そしてその後ろから12番ブトンドール、その外に7番エイシンスポッター。さあ問題は直線、問題は直線356メートルであります。ビップシーザーは2番手、このまま抜け出すか、このまま左右まで行ってしまうのか。外から突っ込んできた森のドリーム、ムチが飛んでいる森のドリーム、頑張る頑張る竹豊とジャングロ、1着15番森のドリーム、そしてジャングロが粘って2着。5番、2着、5番、3着、6番以上のように確定しました。